東路町は日本の領有下においてカラフトに存在した町。東路という地名はアイヌ語の東路による。当該地域の領有権に関する詳細はカラフトの項目を参照のこと。現在はロシア連邦がサハリン州シャフチョルスクとして実効支配している。メグミシトリ町の一部であったが炭鉱の町として急速に発展し、1938年に 分離独立する。町となった当時の人口は3万270人で、カラフトの市町村としては、めぐみしゅり町、と原市に次ぐ規模であった。1947年の道路町の地図、石炭産出地と港を結ぶ炭鉱鉄道が存在している。カラフト再選が、久春内村から賃内町、めぐみしゅり町を経て、町内のモイトーンまで建設中であったが、 ソ連による占領のため完成には至らなかった。また、道路炭鉱より沿岸部へ、カラフト最炭鉱業場道路軌道が伸びていた。なお、町内には日本軍によって建設された飛行場が存在していた。以下の学校一覧は1945年4月1日、現在のもの。南カラフト、概要、地名会、史実 P381 南カラフト、 概要、知名会、史実より、北海道立教育研究所、北海道教育指定法編 2P1688 から89、ありがとうございます。